アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。ついにガンダムユニコーンになりました。ガンダムユニコーンですね。今、8月26日16時18分アップデートがどうやら終わったみたいなので、早速ガンダムオンラインやっていこうと思います。ガンダムユニコーンになったからといってアムロ風じゃなくなるみたいな、そういうのはないんで、今後とも長いお付き合いをよろしくお願いします。京都銀。うわ、なにこれ、なんこれ、なんか新しいマークついてるんだけど、なんということだ。なんて列邦軍に新しいマーク ついてないのにジオン軍だけなんか優遇されてるんだけど、なんだこれ、なんだなんかマジなんかマジなんかんだ。ほんと、私はブライトノアだ。この船の艦長を務めている。はいブライトブッサブッサブライトブッサ込み抜けるわ。ブライトブッサ現在作戦行動中だ。君にも作戦に参加してもらう。うるせえブライト。戦果は聞いている。まずはパイロットを紹介しよう。リディ・マースナス少尉。うるせえ。後のことは彼に任せてやる。ではこれからよろしく頼むぞ。はい。リディ・マースナスだ。こんにちは。君が新しいパイロットか。はい。いや、急患とはインターフェースも違う。ちょっと戸惑うこともあると思うが、ちょっと慣れ慣れしいんですけど、ちょっと慣れ慣れしく喋りかけんでくれないか。はい。あ、よし。うわ、めっちゃ変わってるじゃんこれ。なすごく変わりましたね。なんか、階級のあれがちょっとね、ちょ反応しないんですけど、ちょっとおい、ふざけんなよ、ちょマジで。は？で、早速この大型アップデートが終わったということで、早速今回はガシャコンやりたいと思います。まずは今までアップデート前にチケットじゃなくて、なんかチケット配布され参戦したらもらえるやつあるんで、あれを回そうと思います。ショップでいいのかな、これかな。あ、これです。期間限定。インタルーブ UC0096 イベントガシャコン。こちらが、7枚ありますので、こちらをまず回してから、デラックスガシャコンのリックディアスを当てようと思います。何これ、ちょっと気になる。気になる。デイリーガシャコン。気になる。よし、まずは回そう。うん、ちょっと待って。よし、マジ3号機あったのこれ。1号機と NT1。 レンタルがないじゃん。これもう 100% 当たりじゃん。これ 100% 当たりのやつやで。これただ10枚ちょっと貯めれなかったので、単発で7回サクサクっと引いちゃおうと思います。メインはねこちらなので、こちらはね10連回そうと思います。11連
デラックスガシャコンスーパー回そうと思います。ちょっと今日はテンション上がってます。初日ということでテンションが上がっています。では回します。なんとも言えないな。微妙。インターン、微妙。NT、またこいつかよ。しつこいが、アレックスしつこいよ。ナイトシカツ。またなんかこうしょ金ズマ、マジ金ズさん、おい、なんやねんこのガシャコン、マジで。はい、はい。では、デラックス解釈を。デラックスガシャコン スーパー回したいと思います。まあ、ちょっとガシャコンの件はなかったことにしてください。マジもう用意もういらんわ、こんなマジ用意すんなよ。もう出さへんのやったら出せ、もういちいちさ、いちいちこんなん入れんのやったらもうさ、もういらんって。もう期待だけさせてさ、そうやって大規模戦に参加させようとして、でさすらだけさして配布しないっていうスタイル、なんかこちらがジェスターですね。ジェスター、まあ正直ジェスターどうでもいいですね。ジェスターちょっとダサいんで、ちょっと使わないですね。当たっても使わないですね。これ弱いしね。ジェスター専用シール910個。武器もまあなんかこれといって、これといって、あーけどあれか、これなんバズバズができるの、これロケットランチャーってことはバズーカだよね。バズーカそうだよね。ミサイルランチャー、これとだから武装でミサイル、あ、いけるんじゃんこれ。強襲型バズーカタイプ F から小型ロケットランチャー F 的なこともできると。しかしながらこれは内蔵武器ではないので、内蔵武器になるのかな。内蔵武器だったらまあちょっといいね。まあしかしながらちょっとダサいんで、ジェスタはちょっとダサいんで、使いたくないですね。やっぱりリックディアスでしょ。リックディアスはマジで最強ですよ。これビームピストル、クレイバズーカあるじゃん。クレイバズーカやばくない、これ1万だって、強っ。鳥持ちランチャー、何これ、鳥持ちランチャーって何これ、鳥持ちランチャー。うわー、マジこれ欲しいわ。リックディアスマジでお願い、ちょっと頼む、一生のお願いお願いします。絶対、ほんとマジでこれはほんとその
何出ない出ない流れとかいいからマジで、もうそういうのそういうのいいからもう、うん、そんなんいらんから、もう面白さとかそんなん知らんから、うん、別にいいし、そんな銀、うん、いい、あ、ちょっと待って、銀座あ、銀、あ、銀ず、ちょっと待ってね、銀、あ、銀ずはただ鳥もちランチョーがないですね、鳥もちランチョー、鳥もちランチョーがないから、まあ別に鳥もちランチョーなんて別にあってもなくても一緒なんで、金でも銀でもいいです、はい、お願いします、いきます、ヒカキン TV、 お願いします、これ待ってる動画待ってる待ってるね、当たった当たった当たった、しかもジェッタもいる、ジェッタ、まあマジやったぜ、ちょっと作ろうよ、うん、マジで作ろう、うん、当たった当たったやったやったカスタマイズ、新規リックディアスキンズ、なんかマスチケめっちゃマスターメカニックチケットめっちゃ増えてる、これフルマスするわ、これちょフルマスするわ、贅沢にこれで、はい、ええ、はい、フルチケで行くわ、フルチケで、
やばいこれ。うわうわ、どうしようこれ。うわやばい、ここまま使ったら失敗する気がするから、一旦ブーちゃん、一旦ブーちゃんに行こうしな。一旦ブーちゃんあげて、ブーちゃん。わあすごい。あ、いいよいいよ、やばいよ、最強なんだけどこれ。もう今年一嬉しいんだけど。ジャブちゃん、ジャブちゃん、ジャンジャン。レベルは669ですね、うん、まあまあまあそこそこいい強化になったんじゃないでしょうか。うん、まあそこそこいい強化になったと思います。やったマジ当たったし、うわーどうしよう。まあ、まあ武器はまあとりあえずメカチケで仕上げようと思います。うん、まだちょっと何の武器がベストなのかっての参戦してちょっと決めていこうと思います。参戦とあとポンゲ軍団の大将たちの意見を参考に武装は、組み立てていこうと思います。はい、コメントでもよければここをこうしてこの武器にした方がいいっていうのがあったら、うん、教えていただければ非常にありがたいですね。はい、うん、そんな感じです。やったよー、とりあえず次はレックディアスを入れて出撃したいと思います。では今回はレックディアスデラックスガシャコンスーパーとレックディアス制作パートでした。ご視聴ありがとうございました。